平成29年10月14日、阿蘇市内の牧の農村環境改善センターで、第13回阿蘇市図書館祭りがあり、子供連れなどが訪れて賑わいました。この阿蘇市図書館祭りは、市民の大勢の人たちに図書館を利用して親しんでもらおうと、毎年阿蘇市立図書館が開催しているものです。図書館祭りの会場には、一般の人たちが持ち寄った古本のリサイクルコーナーもあり、お目当ての本を探しては段ボール箱に詰めて持ち帰っていました。また、ボランティアグループお話アップルによるお話会もあり、小さな子どもたちが食べられたヤマンバの紙芝居などを楽しみました。豆には化けられまいて。豆だ。よし、化けてみしょう。科学遊びコーナーでは、紙トンボ作りや紙コップを利用して風車を作ったりしていました。さらにバッジ作りなどもあり、小さい子どもはお父さんやお母さんに手伝ってもらいながら、くるみボタンバッジを作っていました。